田中鈴木おぉえ、スタートおぉゲームの格闘技場、天神コロシアム。古代より激闘が繰り広げられこの場所に激戦の猛者たちが集い、今宵もガチバトルという名の宴が開催される。さあ、凄腕プレイヤーのまたとない真剣バトルが繰り広げられる天神コロシアム。どうも支配人の柳原です。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして見届け人の志倉です。かっこつけすぎよろしくお願いします。かっこつけすぎやけども、まあ今回このねコロちゃんはもうね、川岸家の主催ということでございます。ありがとうございます。まあ貴族の遊びということになってございますけれども、ね、まあ川岸さんということでここにおられるということはやはりまた格ゲーと、まあまあそうでしょうね、いうことでございます。まあそうなりますね。またちょっと一つお力添えの方よろしくお願いしたいと思います。わかりました。さあということでございまして、ゲストの方紹介しましょう。まずはこの方どうぞ。はい、アークシステムワークスディレクターの片野明と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。声ちょっとせっかくいい声でやったのに俺よりいい声で喋るのやめてくださいめさめさええ声、うん、ありがとうございます。元ボーイのメンバーかって思うぐらいお前はボーイを知らなすぎだろそれそれは違うだろ感じがね、うん、なんかええ声ですね。いやちょっとキリンですって言ってもらっていいですか。キリンです。やめなさい結構やっているな定番で結構やっているな、やっぱりマイクにこうしてください。はい、もういいからそんな細かいし、はい、さあ、うん、ということでございまして、はいはい、注目の、うん、対戦競技のですね発表をお願いしたいと思います。じゃあ片田さんお願いします。はい、本日発売しました、うん、プレイステーション版格闘ゲームギルティーゲアエグザードレブ2を使用していただきたいと思います。まあこれ我々ね結構もうそうですし、もう僕大好きですから。そうですね、ありがとうございます。本当に最高やってますからね。アニメーションがもうそのままもうねリアルタイムに動いてる、うん、あの CG でできてるっていう時点でもう最高。そうだからもうそれはもう始まった当初からねずっと褒めておられました。もう最高、すごいんだよ。あの技術はもう世界に誇れる技術だよ。これもう僕今日何も言わなくても大丈夫なんですよ。そんなことないいやだってトゥーンレンダリングをあそこまで綺麗に見せるってこれ意外とね本当に難しいことだ。それで言っておられましたね。本当に。うん。この技術のことだけでだって1時間は語れますもんね。全然いけますよ。全然いけます。宇野さんそういうこと一切言ってくれないですからね。宇野さんは多分知らないから。さあそんな中ですね。はいはい。このギルティギアシリーズが大好きだということで、うん、どうしても私はプレイしたいんだという。お料理？はい。そうなの？来ております。いるのそんな人？ご紹介しましょう。この方です。うん、どうぞ。はい。ギルティギア大好き声優、別にええ声で言わんでねえ。ほぼクレヨンしんちゃんだ。全然違うから片野さんにちょっと対抗しよう。いや喉元一切出てないから無理よあの声は。八嶋さららです、よろしくお願いします。はい、八嶋さん、はい、はい、ということでございまして、結構どうなんですか、やってるんですかこのゲームは。いやでもあの好きで、あの下手の横好きというやつで、あの、うん、よくお家でもずっとプレイして遊んでますね。ああなるほどなるほど。まあ声優さんでほらこういう人いるじゃないちょっと遊んでるからって、はい、私好きなんですって主張して出てきてはいはい、はい、ポンコツっていうパターン、はいはい、ありますね。まあまあ見ててくださいよ。あのなんか1回やったら趣味、2回やったら特技とか言うんですよねあれ困ったもんなんですけども、うんうん、そう言われてますけどいかがですか。いやもう今日はあそこにいる何でしたっけ、川、おいバカ野郎この界隈じゃめちゃめちゃ有名なんだよこれはもうすごすぎて最近はギッツァンって言われてますからね。そうだよ、川ギッツァンがもうギッツァンになってますから。最近はギッツァンギッタギッタにしたいと思ってる。ギッツァンギッツァンに、はい、ギッツァンギッツァンギ
顔を変わってない、変わってない、立体にするんですって変わってないよ。サララさんは見せますよ、まあまあいいでしょう、いいでしょう、はい、はい、ということでございまして、まあ、それぞれね非常に思いがね、強いわけでございますけれども、はい、まずは、まあ、視聴者の皆さんにもですね、おなじみの人が多いと思いますけども、今作の注目ポイントちょっと片野さんに、ね、教えていただきましょう、ね、お願いします、はい、なんとスライドを用意していただいておきましたね、はい、さあまずこれ1枚目なんですけども、うん、入門者を徹底サポート、うん、格闘ゲーム難しい、ギルティーゲーム聞いたことあるけど難しそうっていう方のためにですね、うん、初めて格闘ゲームをやる方でもすぐに遊べるようにいろいろ取り揃えております、うん、アクションゲームのように簡単にゲームが楽しめるチュートリアルであったり、はい、分かんないことすぐ聞ける FAQ であったり、うん、そんなもの何もしなくてもすぐに遊べるスタイリッシュ操作であったり、うん、こういったさまざまな機能を取り揃えております。宇野さんでもできますからね、はい、できますね、はい、で次お願いしていいですか、はい、はい、こちら今回新キャラクターが2体、お左側が復讐の女剣士バイケン、右側がビジネス忍者のアンサーとなっております。名刺手裏剣、じゃあちょっと1キャラずつ紹介していただけるらしいんで、はい、はい、来ました、アンサーありがとうございます。こちらビジネス忍者っていうすごい怪しい肩書きついてますけど、初ジャンルかも、一応忍者なんですけど、はい、まあ、上司がいまして、はい、その上司の代わりに日夜働いている仕事人です。ビジネス忍者、はい、ビジネス忍者です、はいはい、なんか左耳になんか青いのつけてるじゃないですか、はいはい、あれ携帯電話なんです。なるほど。であれでいつも仕事の話をしながら戦うっていうキャラクター。また余裕だな、はい、ビジネス忍者。なるほど、すごいね、趣味が人を巡りっていうのがいいですね、はい、忍びながら人を、ビジネスマンあるあるみたいな感じの並びです。いいですね、はい、では次の1枚お願いします。はい、続きましてが女剣士バイケンとなっております。いいじゃない。こちらですね、昔のシリーズで、まあ、ギルティギアシリーズってそろそろ2周年目ぐらいなんですけど、あ、そんなにすごい、はい、まあ、そちらで、うん、あの昔行ったんですけど、まあ、しばらくちょっとお休みいただいておりまして、畳返し、はい、みんな言ってますけどね。そうです、そうです。で最近復活したキャラクターとなっております。こちらバイケンですね。はい、これはあの川なんとかさんは好きな感じのプロポーションですよねそうですねあのね、カーギッツさんと私はもうちょっとポチャっとしてるのが好きやったりする。全体的にね、はい、あ、我々ポチャリーナが好き。どうでもいいわ、はい、バカ野郎お前お前が振っといてなんだよやっぱ体重45キロじゃダメですか。ダメです、ダメです、ダメです。プラス20は欲しいです。20、20は欲しいですね。出し合い出し合い、はい、いやいやいや、いや、まあ、はい、ポチャリーナが好きなんで。そうだよね、うん、やっぱりそれがないと食べ応えがないの、はい、だって、はい、ムチポチャメイドカフェが今気になってる気になってしゃあない我々 ね、はい、はい、お尻は大きくあるべきだという。もういいわ、はい、すいませんどこまで引っ張って、申し訳ございません、はい、さあそして、まあ、はい、画像で見せたんですけども、はい、まあ、実際ね、やっぱりこう資料を見て喋るだけだと面白くないので、はい、ちょっとゲームを実際に動かしてですね、はい、ちょっと動きをお見せしたいなというふうに思っております。ではゲーム画面の方を切り替えていただけますか。はい、こちら今回のキャラクター25キャラクターが揃っております。どれも個性あふれる面々なんですが、今日はせっかくですので、うん、まあ、このあ、バイケン、はい、出戻りのギッツァンさんにちょっと嫌われてしまいましたが、うん、嫌われてるわけないですよ。いや、好きです十分十分好きです、好きです十分好きです、はい、で、これテクニカルとスタイリッシュって2つ選ぶんですけど、はいはい、このスタイリッシュっていうのを選ぶと簡単操作ですぐに最高です、楽しめます、ね、いつもスタイリッシュです、僕は宇野さんとの激闘をよく見てます。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。いつも会社でみんな見るんですよ。お、そろそろ宇野さんの出番だ仕事中にみんなで、あの人でもほとんど仕事してないですあの人ひたすらコントしてるだけなんです。そんなことないですよ。はい、というわけで、こちらバイケンなんですが、このスタイリッシュタイプっていうのを、じゃあちょっと手元を映していただけますかね、僕の。はい、来ましたね。もうこんな持ち方しちゃいますよ。で、こう連打すると勝手にこういう派手なコンボをしてくれるんです。で、格闘ゲームってコマンド入力必要ですよ。はい、なんかありますよね。ボタンをワンボタン押すだけでこのように必殺技をこういうことができます。すごい。で、こうやってあとはボタン連打をするだけで、これはもうサララさん向きですね。こういうコンボしてくれるんな、誰でもできますからね。すごい。ワンボタンでポーンって押すだけでこういったかっこいいド派手な必殺技も出せます。はい、といったのがスタイリッシュタイプというふうになっています。はい、あのおっさんよう落ち着いてハンバーグ食えてられるよ後ろのおっさんね、はい、後ろのおっさんのたまに画面揺れるとびっくりして転んだりする。あ、いいですね。はい、いいですね。インフィニティハンバーガー、
はい、うん、っていう感じのスタイリッシュタイプの説明させていただきました。なるほど。サララさんはどっちでやるんですか。どうしよう。でもね、スタイリッシュなのかコンボとかちょっと覚えるの大変だなと思ってて、うん、どうしよう、悩みます。直前まで悩みます。ああそこは、いやもう直前なんだよ始まってんだよ番組は。なるほどじゃねえよ。ということで、まあまあ、ね、どちら選ぶかはね、あの人それぞれやと思いますけれども、選べるんで。さあということでございまして、大変長らくお待たせいたしました。早速対戦に参りたいと思います、はい、デンジンコロシアム開幕です。さあということでルールを説明いたしましょう。今回はパタロスさん、はいはい、それはギッツさん、はい、そして、サララさんのですね、はい、3人のトモエ戦とさせていただきます。ほうほう。まあ要するに連勝2人を倒した人が勝ちということです。だから、うんうん、2勝するんではなくて連勝です、うんうんうん、だから勝ち抜いてもう1人を倒した時点で勝ちです。なるほどね。2連勝しないとダメです。わかりました。1回勝っても負けたら、うん、また次そこ勝った人に次勝つと優勝するチャンスがあるということでございますので、はい、もう要するにまあまあ簡単なルールでございます、はい。さあということで、もうだから勝って負けて勝って負けてがずっと一生続きますから、うん、もう番組の尺とか考えないでいいのね。考えなくていいです。パシャンと終わっていただいていいですよ。ギッツさん、ギッツさんにしてやる。ギッツさん、ギッツさんにしてやる。出ましたサララと言いましたよ、はい。さあということでございまして、全然上手いこと言ってないよ。すげえよ君は。いや嘘じゃない。今のまあまあ思わないですか。全然ギッツァンギッツァン。ちょっとカナロさんにどいてもらっていいですか。全然ギッツァンギッツァンもかなりうまい方です。サララと言いましたよ。全然うまい。マジか。もっと頑張るかさあということでまずは、はいはい、サララさん VS、はい、川口さんの対決でございます。さあということで、さあどちらがどれでいくのか、さあキャラを選んでいただきましょう。ギッツは当然はいですね、もう大得意のキャラ、はい。あれこれも選ばれてるのか。あ、もう、はい、選ばして、はい、私は深いね、深い、上の真ん中、はい、上真ん中の一番上に大事です。これですね。はい、はい、これね、ちょっとね、遅れてる。そうなんですよねプレイヤー2ではい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 。さあどっちで行く、どっちで行く。サララさんどっちで行く。でもせっかくだからさ、テクニカルにしようかな。あ、ボタンを変更するにしていただいて、はい、はい、で左一回押してください。左、はい、それで上を押して、はい、で OK です。はい、はい、で左を押してこのままを選んで、はい、これ OK です。さあ、サララさんは何キャラ。これは私はベッドマンを使ってみます。ベッドマン、文字通りベッドにね、寝ている人ですすごいね、うん、そうなんですよ。そうですよ。まずは出てきました。こういうシーンが ね、僕大好きなんですよ。結婚するなら海が一番いいですね。ああそうなんですね。さあ飛ばしちゃうけどね。いや飛ばしちゃうんですね。ベッドマンは飛ばす。さあというわけで試合の方なんですが、はい、さあこちら私片野が僭越ながらちょっと実況させていただきたいと思います。ワンピー側はこちら川岸さんの怪奇戦、スーピー側が八嶋さんのベッドマンですね。さあ川岸さんの方の回はボタン連打でコンボができるスタイリッシュタイプを使用していますが、八嶋さんのベッドマンはこちらテクニカル、普通にコマンド入力とかをする方ですね。こちらの方を使用しております。すごい。まず体力をリードしているのは川岸さんの怪奇スク。これベッドマンのこれ上の体力ゲージが0になると負けとなってしまいますが、このラウンドは甲斐が優勢。ペーパースラストダメージをどん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 奪っていく。ちょっと川岸さん、はい、ひたすら相手の出がかりを待ってくださいよ。これさっき別のタイトルでこんな感じの映像が見ました、ね、ましたね、ちょっと見ましたね、はい、見てましたね、見てましたね、はい、とりあえず終わってきましょうか。とりあえずね、かっこいい。ペーパースラストをヒットさせて1ラウンド取っていくのは川岸さんの回。まあ一旦ね、はい、格芸力見せてきますね。これすごいです、やはり。さあ、 あのような空中コンボも実はボタン連打してるだけで全部勝手にやってくれるという、はい、非常におすすめのモードとなっております。ああ、これベッドマンがダウンしてしまう。あ、これ様子見で、これはもう完全に待ちの構え。そうですね、この線を制していく感じの。そうです、駆け引きがうまいですね、ギッツさんは。ここら辺は格闘ゲーム力が試されている感じがしますね。さあ、この
画面端でガン待ちしている川岸さんに鹿島さんは一矢報いることができるか。でもだんだん体力は少しずつ奪ってきましたね。できましたけど、しかしここはさらにダメージを奪って体力が点滅すると、そろそろやばいよっていう体力ですね。画面端これ必殺技ちゃんと全部鹿島さんがコマンド力してるんですよ。そうだそう、実は凄まじい。これもさっき見た俺この流れ。しかしこれはスライディング攻撃を必殺技でかわして距離を取って、あっと、これは必殺技の一発確定。やばいやばい、サイノソイドルヘリオされ、危ない、コマンド難しいんですよ。キララさんコマンド入れるためにね、はい、左の人差しがあ、キララさんちゃうわ、まあもうええわ、もうええわ、ハララです。ツッコミはもう旬逃した終わりやから。さあというわけで2ラウンド目、劇的な逆転勝利を収めたサララさんのベットマンですが、これこのラウンド、おっと、さあベットマンの必殺技を華麗に連発してダメージをどんどん奪っていく。しかしやや優勢なのはカイキスク、投げを決めて、攻めはちょっと様子を見たところに対してスライディングヒットする。さあそろそろ体力が白熱してきました。ちょっと待って、ちょっと一瞬待って、一瞬だったから。お前そうやろ。これはガードしていない、当たってしまったぞ。これは残り体力があとわずかで、これはピンチか。どうする、お互い体力わずか。これはガード、ーガードしたの、やばい、ギリギリ当たってない、分からないぞ、当たらない、まずまずは距離を取って、さあ今更まだ当たってない、勝利したのは川岸さん、おめでとうございます。空気読んでよ。いやごめんなさい、空気を読んでこれです、結果ね。いやー、川岸さんいかがでしたか。まあそうですね、まあご覧の皆さんがどう感じたのかで僕は十分です、特に言うことはございません。おっとさあ、はい、そんな中2勝して初めて、そうですね、2勝ということになりますので、うん、さあ続いては、はい、川岸さん VS 片野さんと、はい、はい、よろしくお願いします。いや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 、もうね、僕やっつけたかったんですよ、あの宇野さんじゃない人、はい、ちゃんとした人ちゃんとした人あの人もちゃんとしてるんですけど、この日が、いやでもすげえいい勝負でしたね、素晴らしい。いかがでしたか、サラダさん。ちょっとあの次は絶対に片野さんにぎっさんぎっさんにしていただきたいです。なるほど、まあ、それ言いたいだけだけちょっとなるほどなるほど、いやでもムカつきましたねすごいですね、はい、というわけでじゃあ僕のキャラクターなんですけど、お誰できますか、まあ、せっかく新作発売日なんで新キャラクター、いやちょっと笑いが伸びた、そんな慣れないキャラでいいんですか、なんとかしてみます。どっちでいくんですか。ここはテクニカルで、おー、はい、いやテクニカルの方が偉いみたいな風潮やめて。それはね我々もなくしたいんですよ、うん、ですよね、そうなんですよ、でしょ、決してそうではない、はい、そうですよ。じゃあ試合の方を進めていきたいと思います。そうなんですよね、なんか初心者モードなんでしょとかそういうイメージは、そうもう全部やめてもらいたくて、そういうことね言うんですよ、あの宇野のおっさんがねなんですよ、それだけを心の支えしてますからね。そんなこと言わないでくれ宇野さん、頼むよダメ出しされてる宇野さん聞いてるから帰っとんだもん。宇野さんさっきお疲れ様ですって帰ってきました。さあ、ワンピーが先ほど勝利しました川岸さんの解決が、ツーピー側がエアクシステムワークスの片野の売店となっております。おー、しゃべりながら、これワンコンボを奪われて、これあのようにサイクバーストというシステムを使うと相手のコンボを邪魔することができますと。なるほど、これどのモニターいいわけよく分かんなくなる。おーおー、やばいやばいやばい、あさあこれは体出しになったがダウンを取られて、これガードを固める飛び込みがヒットして、しかし残り体力が残りわずかになっている。これ再び飛びが当たるが、これは当たってしまう。このように連続技をヒットさせていって、これ相手のバッテリーとはツラネサンズ渡しがヒットする。演出が入って、画面端、さあこれはヒットしてしまうが、その後の連続が失敗。さあどっち、非常に惜しかった。どっちどっち、勝ったのはアクシスマックスの片野ですね。やりましたね。さあしかし、さあこのようにどっちか分からなかった。こうやってこう着地をうまく連動化で狙っていきたいところだが、さあこのスタイリッシュタイプというのは技が当たると勝手にあのコンピューターが判断して
あの強い必殺技とか連続技を決めてくれるっていうものなので、一発当たるとですね、このようにね、あのかっこいい技をものすごい確認からまあ披露してくれるわけですね。いた、すごい便利だ。さあこのように新作のロマンキャンセルからすごいこうダストアタックとかを決めるとこう演出が非常に変わっていくと。ダストアタックは決まってる。しかしここはリンパが当たるが、これはガードされてしまって反撃したことによって勝利したのはアクシスアクションです。あら実は、はい、いかがでしたか。いやおべ強えな。ありがとうございます。いや本当はなんかこういろいろ考えながらやんなきゃいけないのかなと思ったんですけど、1ラウンド目最初に速攻で半分生まれて、あこれやべえわって感じで。うまい試合をしていきます。引きで来るとは思わなかったけど、いやそれでもでもね半分ぐらい喋りながらですからね。 50% のパワーで、さあいやもう結構いっぱいいっぱいでしたよ。結構ギリギリのいい戦いで、初めてですよギッツァの試合見て、あのうちのガヤのみんながおすげえって言ってた。なんか感心してたね。いい戦いでした。でもということは、さあ続いてはだから片野さん VS そういうことです。サララさんとなります。え私、はい、私やっていいんですか。やったお前まだルール分かってねえのか。だからこれでサララさんが片野さんに勝って、はい、でさらに僕に勝って勝ったら優勝だよ。優勝なんです。あやった。今理解したんかよ。頑張るぞ。これは本当に誰かが2連勝しないと一生終わんない。あと残り時間何分？何分？うん、5分。お前それ出すのになんで確認いんねん。5分で残りね。はい。って書いて待ってたんだよな。さあ、それではもうそろそろ決めなあかんのかな。さあ、何キャラでいきますか、お互い。さあ、僕はもう一人の新キャラクターのアンサーを使っていきたいと思います。忍者。あ、そしてやっぱりベッドマン。ベッドマンで慣れてるキャラクターでいきますね。いや得意なのかな、キララさん。サララやってた。あ、サララさん。ごめんなさい。キララとサララ。ウルルです。あ、間違えた、ね。ウルルさん。さあ、というわけで、ワンピー側がこちら、新キャラクターのもう一人、ビジネス忍者、アンサーですね。例えば、何がビジネスかというと、あの空中に浮いてる巻物、あれ、リンギの書っていう名前ですね。はいはい。少々リンギ書。リンギ書ね。大事ですね。リンギの書って言ってたね。そう、あれ、リンギの書って名前ですね。社内リンギなんですよね。はい、社内リンギですね。あれはなんか、取ると意味があるんですか。あれは、あれはするとですね、このように捕まることができます。はい。ちなみに、この状態、ハンコマチという名前ですね。あれ、ハンコマチ。あれ、ハンコマチという名前です。すごい明かされてない面白みがめっちゃあるんですね。ちなみにこのチョップですね、あの空中からドーンっていくチョップ、あれ肩叩きっていう名前ですね。なるほど。ということはリストラに合う可能性あると。そうですね。ちなみにこういうスライディングもあるんですが、あれ失脚です。失脚。そのビジネスとは一体みたいな感じが。ビジネス用語が恐ろしい用語がいっぱいあるんです、ね。そもそもこのアンサーというキャラクター、まあ、忍者っぽくてなんか手裏剣っぽい投げてるんですけど、あれ名刺ですか、はい、そうですね。基本的に自己紹介した時には相手を倒しているという。そうです、そういう名前となっております。さあこのビジネス、ビジネス忍法を使ってます。サラさん全然いいとこないんですけど今のところ。サラさん、はい、何でしょう。さっきもね、あのこういう状態からの、 あの一発逆転の超必殺技が火吹いてたんで。そうですね。さあしかしなんかすげえこう様子見が多めの結構堅実なスタイルなんですよね。実はほら片野さんが何もせずに待ってくれてるの分かるかな。そういうこと言っちゃう。分かるかな。これね、もう残念ながら視聴者にもバレてるんで、言うしかないんですね。いい戦いだった。あ、いい戦いだったね。さあしかしこれ本当にさっきも言いましたけど、これ必殺技これスタイリッシュじゃなくて、これ普通にコマンド入力で出してるんですけど、はい、僕は今までこういった必殺技をコマンド入力で普通に出せる女性声優さん見たことないです。あら、おお、すごい人なんですね。本当に初めてですね。わ、さっきの話じゃないですけど、大体あのやったことありますって言っても必殺技は出せないとか、はいはいはい、そういう人がほとんどなんですけど、ボコボコにするんでしょ。あれあれあれ、あれ出してるやつ、ああいうのも普通に出していますと。ずっと左の人差し指だった。めちゃくちゃ前のめり、めっちゃ顔面に集中。ちょっと待って、お待って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 かかった、待ってかかったよ。待ってかかったあろう。待って、ま、待つよ。あ、これじゃないのね。これじゃないのね。これじゃない、これじゃない。あ、出た。これ来ましたね。ヘミジャックっていう技なんですけど、こっち来ないで。これあの羊がね、後ろから追っかけてくるんですよ。こっち来ないでください。もうなんだ今の。こうやって、こうやって。あ、怖い怖い。で、当たってしまうと、こう入って気絶してしまう。かわいいでしょ。おー、ららわざと。あれ好きなんですか。わざと当たる。あれね、でもね、時間かかるからあんまり好きじゃない。あ、すいませんでした。なんでサララさんの絵の接待プレイしてるの。そうや、確かに確かに。こういう革命においてお、ちょっと待ってなんてあんの。おー、初めて見た。初めて見た。何これ。
自分が手裏剣となる分身 で、はい、自分が分身して手裏剣となります。一応忍者っぽいこともあできるんですね、ましていく感じ、はい、ビジネス忍者。いやもうビジネス忍者とはいえ、ビジネス忍者とはいえ、さあこうやってお来ましたね、これサイノソイダルヘイリオスという、はい、当たらない、当たってないですね。あそしてこれで練習をたくさんばらまいてしっかりガード、あれなんか緑色に光ってガードしてるじゃないですか、はいはいはい、あれ特殊なガードでボタン同時押ししないと出ない、結構難しいガードテクニックなんですけど、結構あっさりやってるんだね。あっさりあるんですよ。しまった、タイムアップだった。すいません片野さん。というわけで、勝利したのはアクシスマークス片野です。なんかすいませんでした。いや素晴らしい、完璧な、あのね、何よりも説明ギンさんと違ってすごくあの紳士的だった。あーいや対応がね、紳士的なプレイをして。お前の事務所の社長誰だ。これパワハラ今の何だろう。俺も気まずいっすよ。ですよね。いやでも片野さんのコメントによってね、ちょっとサラルさんポンコツではなくちゃんとやることはやってるんだなっていうのは伝わりました。ありがとうございます。片野さんのおかげでね、本当に本当にここまでちゃんとコマンドとか出せる方、うん、まあ、さっき裏でもちょっとお話聞いたんですけど、うん、本当にギルティギアシリーズずっと好きでいただいて、そうなんです、実はそうすげえやってたんですよ。すごいっすね、シリーズも大体やってて、わーありがとうございます。人差し指がピン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 ってなってピンピンピンってなってますから、姿勢もこうこういう感じでグーなってましたから、いやもう汗かきましたね。こういう一生懸命やってる姿見せていただけるのはやっぱ作り手側として本当にありがたいですね。もう両方からええ声がすごいしてましたからね。あなかなか素晴らしい戦いでしたが、見事2連勝いたしましたので、さすが、今回の優勝者は片野さん。ありがとうございます。素晴らしかったでございます、うん、はい、ということでございまして、勝者片野さんが勝ったということで、この天神殺しちゃうですね、なんと片野さんの石像が後日建てられる。あ素晴らしい。これどういうことなんですか。いや、ね、今僕らよくわからない。うちあの CG 班というのがいますので、なんかはい、どっかに立つんでしょうね。立つんでしょうね。CG なのか本当の石像なのかね。本当の石像半端ないですね。どういうふうにするのか、まあ、後日なんか前横後ろとか写真撮られるかもしれないですけれども、ね、うん、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、楽しみに待たさせていただいてます、はい、さあそれではここから最新情報でございます。片野さんお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは、こちらギルティギアエグザードレブ2、現在全国のゲームセンターで好評稼働中となります。これあの僕とあの宇野さんで一生懸命作って販売してるゲームなんで、あの宇野さんのためにもぜひぜひゲームセンターで遊んでいただきたいと。宇野さんのためっていうのもおかしい。仕事中真面目な人なんですよ宇野さん、ちなみにすごい。そうなんですか。いや、どう見てもそうでしょうよ。いや、まあ確かにそうなんですけど、なんかここに来たら最近ちょっと生き生きし始めてるから、そうなんですよ、ちょっと楽しそうだなと思うんですよ。それがたまに鼻につくんだ。まあでもね、はい、まあまあまあ、ね、まあ、ウィキペディアもある宇野さんですからね。はい、まあ、でもゲームセンターでゲームプレイするって結構ハードル高いなっていう方も昨今多いんじゃないかなと思いますので、次のスライドをお願いいたします。これがすごいですね。はい、アーケード版ギルティギアエグザードレブ2ではなんとチュートリアルモードが無料でプレイ可能となっております。ゲームセンター行ってクレジット降りなくても人がいなければそのままスタートボタンを押せばアクションゲームのようなチュートリアルが誰でも遊べます。すごい、夢や夢。まずはこれをやって、あ、こういう風に操作するんだなっていうのを分かってからでも構いません。あのお金を入れるのはぜひこちらでお試しプレイしていただければと思います。ちょっと多めの試食みたいですね。そうですね、そんな感じで、ぜひここの味をね、はい、体験してください。あ、ただあの店舗様の設定によってはあの無料チュートリアルカットしてるところもありますので、まあ、はい、人気のところはね、あの画面にチュートリアルモードプレイできるよってデカデカと書いてあるんで、そちら見ていただければ大丈夫です。ね、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは次のスライドをお願いいたします。はい、そしてこちらは本日ですね、プレイステーション版のギルティギアエグザードレブ2が本日発売です。よろしくお願いいたします、うん、さあこちら完全新作なんですが、結構値段を頑張って落としまして、うん、新作のパッケージ版一瞬こちら映していただけますか。はい、こちらですね、持ってきました。こちらパッケージ版ですね、こちら新作本日発売の新品なんですが4800円と、はい、プレイステーション4のソフトとしては非常にお求めやすいものになっているんではないかなと思います。よろしくお願いいたします。それではスライドの方申し訳ございません戻っていただいて、
あとこちらの配信ご覧の方に前作もお持ちの方がいるかどうかちょっと分かんないんですが、もしも前作持ってたら2000円のアップデート DLC でも最新作同等のものに変えることができます。なるほど、そういうことができるんです、はい、優しい。ですがパッケージ版を買うと、こちらギルティーゲームだとレブ2のオリジナルサウンドトラックがその4800に含まれてついてくるというものもありますので、まあ、もしもよろしければこちらパッケージ版の方本日発売ですのでよろしくお願いいたします。はい、全中局ということでございますね。はい、はい、ということでございます。さあそれでは最後にですね、番組をご覧の皆さんに、メッセージいただきましょう。じゃあサララさんお願いします。はい、いやちょっと今日はすごくいい戦いができたんじゃないかなと思って満足しておりますが、あのずっとギルティギア大好きで、あの初めて皆さんの前でプレイできて楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかったですね。あコマンド入れてましたからね、うん、はい、そして片野さんお願いします。はい、本日発売のギルティギアリゾのレブ2なんですが、どんな方にプレイしてほしいかといえば、やはり今まで格闘ゲームをやったことがない方にこそやってほしいと。格闘ゲーム興味はあるけどやったことないな、格闘ゲームってどんなジャンルなのかなっていう人にぜひぜひお勧めしたい作品となっております。うん、そして今日は対戦だけでしたが、オンラインモードやストーリーモード等々、あのバトル以外のところも非常に力を入れて作っておりますので、はい、ぜひもう保証します、4800円は絶対安い買い物だったと皆さんに間違いなく言っていただける作品となっておりますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで本日の天神コロッセオは以上をもって閉幕でございます。皆さんどうもありがとうございました。目指せない冒険。